いい天気になった。今日は不良小学校の稲刈り。でも昨日激しく雨降ってた。下はドロドロかも。まあみんな長靴履いてくるやろな。ちょっと心配ですけど、まあなんとかなるでしょう。天気さえ良くなこっちでも。いえ。はい。稲を縛る藁を積んでいきますと。さあ何個あれ。よし、これ足りるだろ。不良小学校に来ました。めっちゃ天気素晴らしい。脱穀もこんな感じだといいんだけどな。はい、子供たちのバケツイネ。おー、実っとる実っとる。おー、豊作ちゃうこれ。すごい実っとるんやけど。ただこの辺がね、なんか枯れてたんだよ。これ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 、明らかに水不足で枯れたよね。これと、あ、ここで全滅が。この辺生徒のやつじゃないんかな。生徒なんだ。あー、約 4,5 名水不足で枯れとるな。おお、すごい。100本ある。100本と、だから120本ぐらいかな。だからまあ全児童分はないんだな。林先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは皆さん、改めておはようございます。おはようございます。いい天気になりました。で、みんなの育てたバケツイネも素晴らしく育っています。ただ残念なことに、何人か暑すぎて枯れちゃいましたよね。途中そこの用水に水が来なかったからだということなんですけど、あの、それもちゃんと買って縛ってあげてください。そしたら今から林さん、稲の刈り方を教えますので、よく見ていてくださいね。まず稲立ってるよね。稲が立ってますけど、稲を持つときはこの小指を下にして親指を上にして握ってください。林さんの言うことを聞かずに、人差し指を下にして、人差し指を下にして切ったらどうなると思う？指が切断されて、指切断されたらもう救急車だよね。ですから林さん、今年で不良小学校の稲刈り26回目で、この歴史の中で一人だけ切った子がいます。指を切断した。そう、切断って言うな。あの、ちょっと血が出たんだけど、手袋してたので助かったんだけど、ね、君たちは絶対に怪我しないように、林さんの言う通り小指を下にして、親指を上にして握って、引いて切る。で、その時に勢い余ってこうなったらどうなる？で、今度周りにお友達いるのにわーってやったらどうなる？切腹。切腹じゃなくて怪我するよね、するよね。ですから周りをよく見て安全確認して、自分も気をつけながら引いて切ってください。わかりました？はい、はい、これで終わります。これで林先生のお話で終わります。終わります。終わります。さあ、140人でバケツイネ刈り。待って、何にも聞いてないな。小指下で持てよ、こう。はい、うどうぞ。うしっかり握って、普通の持ち方やな。そうそう、で、しっかり切る。手前に切って、キュッてギコギコしない、手前に引いて切る。しっかり持っとるよ。おお、ギコ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 しない。
はい、奥。おお、気持ちいい。奥、はい、もう一回。気持ちいい、気持ちいい。しっかり握る。どこですか？どこでもいい。この束をガバッと、この束をガバッと持ってよ。ガバッとな。持った？行くぞ。しっかり持ってるやん。しっかり持ってよ。バケツ、バケツ誰か持って。バケツ持ってくれる？よし。よっしゃー、で、置く。はい、はい、はい、次は一人でやれ。林さん持っとるからバケツ手前にいて切るんだぞ。もうそれも持つ、いっぺんに持つ。はい、いけ。よっしゃー、終了、終了。で、次は誰かな。もういけ、いけ、いけ。林さんだからよく切れるはず。おーい、おーい。はい、置いて、置いて、置いて。はい、次、はい、次これか、はい。はい、行こう。指気をつけろ。はい。やっ、やっ。おーい。切れるやろ？これとは全然違うぞ。これ悪魔の釜っていうんだよ。悪魔も格好してる。悪魔が持つやつ。ハリーポッターの処刑人のやつだよ。はい、しゃー、ありがとうございます。はい、鞘に入れて。林さんのデッカの宝刀だから。はい、はい、やっと縛るよ。できればもうちょっと株の方に、明日の方に挟干しするやから。ど真ん中詰まるの、あのネギ、ネギの縛り方、ネギの。どこでもいいよって。まあでもでもいいんだけど、一応言っとく。YouTube ネタやから。何やってんだよってやつ。はいはいはい。どうぞどうぞ。さあ、こっからが皆さんの本番です。はい、撮ってこと。はい、撮って、はい、撮って。あのカメラの後ろなら大丈夫。俺してけばいい。いや、はい、はい、タンポ入ってもいいやよ。前見て、近く来た、近く来た。そういうことで。まあ、子供じゃないし、映ってももうええやはい、ということで、今から、稲刈りの方法をしますが、お父さんお母さんは縛るのが仕事です。だから、子供たちには、あの、一株、二株、三株で、置いてもらう。1束、うん、あ、1束、うん、3株で1束で、また1、2、3株で1束で、これバッテンにして置いてもらいます。なんでかしたら前子供ら稲刈り楽しいから、この稲をバランバランに置いてしまうんですよ。だからこうしないと一体どれが組み合わせか分かんなくなるんで、バッテンにしてって子供たちで端っかり言います。で、このバッテンにしたやつを皆さん束ねて、だから 6束あります、うん、これをバラ5、6本抜いて、で、これを僕は脇に挟みますけど、見てください、こうねじって、見えんやろ、見えんやろ、ねじって、ねじってね、で、ここで縛るんじゃないよ、縛るんじゃなくて、ねじって、ここからこう上の方持って稲を回してねじってあげて稲を回す。人間回ってますよ、みんな。マジで笑うけど。で、こうやって入れますね。入れる、こうやってこの三後ろのところにねじ込んであげます。これはしっかりしないとダメなんですよ。で、もう一回いくよ。3たす3は6でバッテンにして子供は置きます。置いたらこれを束ねて、そしてお父さんお母さんはこの5、6本藁を持って、さっきみたいにここでねじってこの辺持ってぐるぐる稲を回すんだけど、なかなか空中でできない人います。地面に置いてください。で、地面に置いてこの上の方からねじってって、で、この隙間に力づくでギュッと入れます、ね、で、子供たち暇そうな子いたら子供に持ってもらって親が巻くっていう手もあります、ね、で、これをどんどん作っていくんですけど、じゃあ皆さんちょっとやってみましょうか。さっき教えた通り、指は小指は下だっけ、小指は下で親指
右腕で握ってください。はい。そしたらまず稲を1、2、3で買って3株で地面に置きます。次見える肉び見えとる、1、2、3、見えてる、3で3買ったら地面に置くときに最初に置いてあった稲の上にバッテンで置きます。はい。ね、これ3たす3は6でバッテンにして地面に置きます。なんでかって言ったらバッテンにしないとみんな稲刈り楽しいからこうやってやっちゃうの。そうしたら稲がどこがどれがどれか分からなくなっちゃうんで、はい、必ずバッテンにしておきます。でバッテンに置いたら今度お父さんお母さんがこれを藁で縛ってくれます。これはお父さんお母さんやりますか、やるからね。これをお父さんお母さんが縛ってくれるからね。見てる？なんか一部見てないような気する。見えます。見てる？はい、縛った、縛りました。だからこれは地面に置いといて今度これを交代で刈る人とか運ぶ人で交代でこれをあそこのトラックまで運びますね。で運ぶときはみんなこうやって運んだらどうなる？見えない、前見えないし目に刺さる、転ぶ。だから皆さんちょっと赤ちゃん抱っこして、赤ちゃん抱っこしてトラックまで運んでください。わかりました。はい。サンタさんは、ね、バッテンにしてちゃんと置いてってください。はい、よろしくです。頑張ってます。うまいうまい。そうね、はい、いくつ？3足す6できた。はい、よし、それバッテンにして置いといて、お父さんお母さん結ぶから、それでいいよ。おいよ、そこで置いといて。はい、次の3足す3作る。あ、2人並べて気ぃつけろよ。はい。1、2、はい、次3で、いっぺん置く。はい、はい、できた。で、次がこれが6で、OK。 よし、これパパラに乗せてもらう。はい。さあ、赤ちゃん抱っこやぞ。赤ちゃん抱っこ、誰がさっきお姫様抱っこって言っとったの、はい、それちょっと違うな。ありがとうございます。頑張って、完全にマンパワーで負けとるね、これ。ちょっと俺も頑張って縛るか。
デカリ終わった、なんか豊作じゃない、えらいあるんやけど、ちょっと多いんちゃう？あ、地面に置かせたら大変なことになるから、持っとって持って、どんどん釣る、一番花から、途中読んで、積んで、ほいで子供に地面に置かせたらダメよ、地面に置いたらそれっきりの山になってくし。大変だ。ちょっと多すぎたな、ここまで来てしまった、豊作すぎた。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あの、今年いいか、ちょっと喋ってたって、すごく時間かかってしまいました。というのはすごく今年豊作でしたね。あの、去年の 1.5 倍ぐらい取れたんじゃないかなと思うんで、脱穀も皆さん気合い入れて頑張りましょう。イエーイ。はい、初めて稲を買ってみたけど、想像以上に大変でいつも大変なんだなと思いました。稲が、束ねていっぱい持った時は意外と重いなと思いました。これで稲刈り体験終わります。終わります。いや、大変やった。給食時間ギリギリ、こんな初めて。いやー、ちょっと豊作やわ。ここまで来たことなかったような気するけど、結構周り買ってんけどな、足りんかったんだ、びっくり。はい、ケールのローダーの修理ですけど、ちょっとこれもね、飛び出てすぎてね、やっぱりぶつけるっていうので、はー、こういうの作ろうっていうね、ダンボールで。本来ここ見るんですけど、こんなもん見えないし、下の方で。ね、チラッとで、これでこう水平を見るっていうのはなかなか難しいんで、今度大きくしてみたみたいで、これで、ゲージとしては3世代目かな。なるほど。やるね。はい、計算巻いてます。市街地ドーン。Thank you.
ンガン詰めるため準備してます。計算しかし今日不要小学校の稲刈りハードすぎてもうヘロヘロ、もう足腰立たんわ、腕パンパンや、もう痛いし、参った。さあガンガン市街地巻いていきます。頑張れー。はい、SL41 焼き起こし全開中です。スーパーメカニックも乾燥機の排塵片付けが終わったので、もうあとはひたすら焼き起こしでございます。まだ KL3950 が計算散布のため、あら焼き起こしにできないので、まずは1台で頑張ってるという次第ですけど、早く計算巻き切って2台体制で空き起こししたいと思います。まあ場合によっちゃ KL41 で私も出動で3台体制ってもうブーストを加速してやるってことも考えていますが、まあとにかく今は SL41 頑張って空き起こししてます。頑張れー、イエーイ。